こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。先進技術実証機 X に心身の存在をご存知だろうか。熱心な方はご存知だろうが、さまざまな技術の検証を行った機体となる。レーダー、塗料など細部にわたるまで検証をしていた。もちろん、自前のジェットエンジンも装備、総発エンジンとして。XF5 エンジンが登場し、後に XF9 プロトタイプの世界最高峰のジェットエンジンが誕生することになる。X2 進進でも、すぐにでも、量産化、希望だけはある。次期ステルス戦闘機への足がかりとなっている。ようやく動き出した。F3 ステルス戦闘機について少し見ていきます。進進もまた、すごく日本らしい形をしている。コックピットはかなり、狭いみたいですが、2020年12月、日本政府、防衛省は、現行の F2 戦闘機を代替する。次世代戦闘機開発のパートナーに、アメリカのロッキード・マーチン社を、選定、総額約5兆円とも言われる開発費を投入する。2021年1月現在、昨年末に、ようやく退役が完了した。F4 ファントム戦闘機を除き、現在の航空自衛隊では F15J イーグル、F2 戦闘機、そして F35 ライトニング2戦闘機 A 型が配備中である。現在までに F35 ライトニング2戦闘機の通常滑走路使用の A 型は105機、短距離離陸、垂直着陸が可能で護衛艦、出雲、加賀、の空母改修後の艦載機となる B 型は42機を調達中だ。残る2機種の1つ目 F15J イーグルは一部に近代化改修を施し、未だしばらく現役を継続する模様だが、もう1つの F2 戦闘機は2035年前後での前期退役が有力視されている。このため、次世代戦闘機は、主として、この F2 戦闘機の代替機と、位置づけられているわけだが、第5世代戦闘機の開発実績のない日本が、第6世代戦闘機を無事開発できるのかに、不安は拭えない。ことに、今回の次世代戦闘機開発においては、全体の取りまとめを、三菱重工業が担う形式で進められるとされるが、果たしてロッキード・マーチン社が、どこまで技術を開示、供与するのかがポイントだろう。総合的な完成度という点ではもちろん F35 ライトニング2戦闘機などより、劣ると召される中国の J20 戦闘機であっても、まがいなりにも自国で、第5世代戦闘機を開発した点は、ある程度踏まえる必要がある。今のところ、日本が自前で準備できている要素としては、実証機である。いわゆる、進進で実現した機体のステルス性能と、IHI 社が、試作機を、納入済みの XF9 の1エンジンが主だと言えよう。ここに F35 ライトニング2戦闘機などと同様にアメリカのロッキード・マーチン社の兵器システムが組み込まれると予想されるが、今やそれこそが戦闘機の能力の中枢となることは否めない。そのため、甚だ自国開発と銘打っている行為に水を差すようで、
恐縮ではあるが、真の意味での戦闘機の国産化という点では、あまり期待を抱くべきではないのではと、正直感じてしまう。冒頭で述べた通り、今回の次期戦闘機開発にはおよそ5兆円とも言われる。巨額の費用が充当されるが、F2 戦闘機の代替として日本だけならば、約90機前後の生産数で終了する線が濃厚だと見られる。そこで、一部の与党議員たちからは、開発する次期戦闘機は他国への輸出も念頭に置いて進めるべきだとの意見が出されているが、そんなことが実際に可能だと本気で考えているのなら危うい。そもそも考えてみてほしいのだが、現時点で現物が存在せず、故にその性能も仕様も定かではない兵器を、一体どこの物好きな国が少なからぬ金額を支払って購入すると思えるのだろうか。まあ何事にも絶対はない上に、確かに自国の新型潜水艦アタック級計画をフランス案に決定してしまったオーストラリアなどの稀有な例もなくはないが、極めて可能性は低いだろう。しかも最近オーストラリアは度重なるスケジュールの遅延や開発に要する金額の高騰から違約金を支払ってでもフランスとの契約を撤回する可能性も浮上してきている。話を日本の次期戦闘機に戻せば、確かに巨額の開発費の回収を盛り込みたい考えも理解できなくはないが、そのことばかりに目を向けていては、肝心の有効な戦闘開発の目的がおろそかになりかねない。すでに F-35 ライトニング2戦闘機を開発したロッキード・マーチン社では、同機をゲームチェンジャーと呼び、これまでの戦闘機の個体としての能力ではなく、戦闘システムの一つだと見ている。様々な友軍戦力からのデータリンクと、その情報に基づいて、搭載する兵装を使用する、いわばウェポンキャリアであると、メーカー自身が、その位置づけの抜本的な変化を自覚しているのだ。こうした兵器体系の概念の大きな変化は、すでに第5世代戦闘機の開発をしてこなかった日本にとって、個人的にはとても手に負える領域を超えているようにしか感じられない。それでも次期戦闘機をなんとか国産化で製造したいと考えるのは、いざという時に備えての関係各社の技術水準、ノウハウの維持、ひいては国防そのものに必要である点は否定できない。であれば、現在ある技術の延長線上にある確実性の高い仕様に止めておかなければ、それこそおよそ5兆円とも見積もられている費用が本当に全て無駄だったという最悪の結果を招きかねない。そういえば、現行の F2 戦闘機は機関部の内製化が困難だったことや、当時の日米の貿易摩擦への政治的配慮から、アメリカの F-16 戦闘機を土台にしてある意味仕方なく進められたものだった。この F-16 戦闘機の最新型である V 型は、コストパフォーマンス的にバランスが取れたことが功を奏し、F-35 ライトニング2戦闘機が調達できない小国へのセールスが好調だ。しかし、費用対効果を考えた場合、アメリカ空軍も F-35 ライトニングに
戦闘機の調達機数を減少させて、こちらで穴埋めするかもしれないとの情報も出てきており、とも他人事とは思えない。